こういう音符の読み方、ちょっとさっき譜面の、まあ、こういう線がいっぱい上についてるやつを読むときの、こんな風にしたら読みやすくなるんじゃないかなっていうのをちょっと考えてんでシェアします。まず、まあ、一番最初に知っておくのが、まずここはどの位置、ドがドレミファソラシのどの位置、ここがド、まあ、これだけが最初の前提として、でこの上の線2個、線2個のところがドなんで、ここにまあ少しイメージとして違うちょっと色がついてるイメージにします。その次にちょっと別の色でこう線を足していくんですね。でこの足すときに、この足すのを5本足してあげると、そうするとこういうトーン記号になるんですよ。でこれで読めばめっちゃ簡単じゃないかなと思って、ちょっと実際の譜面でちょっと試してみます。ではちょっと、まあ、カプースチンとか結構難しくて線がはみ出してるのが多いので、例えばまあこういうとこですね、こういうとこちょっとやってみましょう。多分めっちゃ読みにくいですよね。ちょっと作業入ります。まず線2個のところで赤をちょっと軽くつけて、まあ、ここがトーン記号なのでドで、ここがこの一番下がミなのでラ、レ、ミ、ソ、ファ、レ、シ、ミ、ラ、レ、ソ、シ、ミ、レ、ソ、シ、ミ、ラ、レ、ソ、ソ、ファ、ミのフラット、レ、ド、シ、ラ、ソ、レ、ソ、ド、ミ。はい、結構簡単に読めるようになりました。まあだから結構こういう難しい曲でやったらいいかもしれないです。絶対コピーしてやった方がいいと思います。ありがとうございました。